こんにちは、ドクターネックスです。いや、こんばんは、ドクターネックスです。ちょっと今日はアップが遅れました。プリキュアの試写会に行ってました。さあ、今日はですね、もう時間がないんで、今日中にあげるために時間がないのでガチャいきます。星4以上確定ガチャチケット8枚、ブレソルガチャチケットを19枚いきたいと思います。星4確定は1枚1枚いきたいと思います。ちなみに僕は星4確定以上で星5が出たことはありません。ブレソルガチャチケットのが出るイメージなんだよね。夫婦漫才やるんや。もう全然出る気がしねえ。吹っ飛ばせ。飛ばせた。このチルッチちゃん。このチルッチちゃん。8枚やったら1枚ぐらい出てくれてもよくない？隠密軌道だぜ。もうこんないらないっす、お前だくん。残り3枚。違うっすよ。隠密軌道だぜ。もう俺こいつの必殺技レベルマックスにしたろ。本当出ねえな。星4確定ガチャチケットって名前を変えてください。はい、8枚やって何も出ず。さあ、こっから正直ちょっと期待してる。前回は持ってないノイトラが出ました。ブレソルガチャチケット10枚いきまーす。ホロー化した。さらにダメだし、もうホロー化してるってば。ひどい。1,2,3,4,5,6,7、よし、星3を打ってもう9連いきます。ハロウィン1回10連引こうかな。そしたらひな盛りが出る気がするんだよな。星5が出なくてひな盛り出ますみたいなね、って期待しちゃうんだよな。で、今度ちょっとめんどくさいけど、プレミアムガチャチケット500枚いっぺんに引いてみようかなと思うんですよね。果たして星5は出るのかどうか。今だかつてプレミアムガチャチケットで出たことはないっす。さあ9連いきます。はい、お疲れ様でした。それが僕の美学。
そしてもう星3、星3、星4、星3。はい、全然出ませんでした。ああ今日はここまで、短いですけどね。はい、明日のネタがまだ思いついてませんが、以上になります。ご視聴ありがとうございました。